はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、マムシ酒を、つけたということなんで、それにちなんで、そういえば忘れていた、スズメバチの、焼酎漬けをね、去年の、5月ぐらいにね、録画して起きましたが、偶然手に入れた黄色スズメバチの、ね、を捕獲できたんで、一匹だけ、ね。で、アルコール度数35度の焼酎に、つけたっていうことで、まあ、こちらをですね、ちょっと飲んでいきたいと思います。ちょっとね、若干ね、濁っては、います。なんか、沈殿物というか、なんかね、ちょっと、何かが、ちょっと濁っている、んですが、まあいいや。それではいただきます。乾杯。な、くさ。うわ。臭い。なんだこれ。なんか、まあ発酵はしてないと思うけど、さすがに。発酵っていうか発酵、腐ってはいないと思うんだよね。なんかね、俺が以前買った、ハブ酒に香りが似てる。うわっ、うわ、すっげえなんか、すっげえ味。元がこの焼酎なんですよ。このレジェンド、35度。でも、ハブ酒にすっげえ似てるな、味。ハブ酒の、ハブ酒のあれに似てる。俺が以前、購入した。酒屋で購入したハブ酒。これに非常に味が似てる。なんかね、ちょっと黒糖っぽい。これ黒糖入ってるんですけど、ほんのり黒糖っぽい、なんか味が。多分ね、うん。めちゃくちゃエキスが出てる。一匹だけど。そんな味じゃなかったよ。すっげえ、これだけ、まあ、一匹に対してこれだけの量でつけたから、っていうのもあると思うけど。うん。すげえな。めっちゃエキス出てるわ。ちょっと全然味違うもんね。今これ飲んだんですけど。全然味ちゃうわ。すごい、なんか黒糖っぽい、なんか、香りが黒糖っぽい。甘くはないんだけど、黒糖のなんか香りがする。すっげえ。くせえ、なんか。すっげえ。いや、甘いな。なんかほのかに甘いぞ。ちょっと臭みはあるけど、なんか。臭いのと甘い。なんか黒糖っぽい、本当に。なんか黒糖酒っぽい、なんか。まあでもアルコール度数35度だから。まあ。腐敗してるってことはないだろう。腐敗して変な、なんか出たとかそういうのではないと思って。多分、スズメバチの毒の味なんか。黒糖っぽい、なんか。味で言うとハブ酒ですね。ほとんどハブ酒に近い。やっぱどっちも、ハブもあれ、毒だから、なんか毒の味ってこんな感じなんですかね。うわ。ただこれ、臭いし、なんかあんまり、まあ、うまいっていうもんではないですね。
当然ですけど。まあでも、ついでにこれ、もう少量しかねえから、これ入れちゃう。臭い。臭い味が、味が臭い。味が臭い。味が臭いっていうか、香りが臭い。まあでも、スズメバチの焼酎漬けとかって、まあもしくは蜂蜜漬けっていうの、ヤフオクに売ってますからね。案外ね。案外売ってますんで。うん。ただ高いけど。まあ、ハブ酒ちゃうわ。マムシ酒よかは安いとは思うんだけど。俺もちょっと飲んでみたいんですよ。100匹ぐらいつけた。100匹とか500匹ぐらいつけた、なんだ、オオスズメバチの焼酎漬けとか。もしくは、蜂蜜漬け。うん。臭い。これ臭いわ。本当にハブ酒に味似てるわ。ちょっとハブ酒も久々に。でもハブ酒はね、普通に売ってるからいいんだよ。ハブ酒は。ハブ酒はね、普通に社会に売ってますから。ただ、ハブ酒ぐらいだね、売ってるのはね。スズメバチ酒とかも普通に売ってないですから、絶対。マムシ酒も売ってないから。だからそこだよね。ハブ酒だけ、なんか、何なのか、売ってるんだよな。なんでかしら。ハブ酒はね、うん。安価で手に入る。だってこれで、これが、容量が 360ml。で、だいたい1500円か、1000円か、1500円ぐらい。1500円ぐらいだな。安い。あ、ハブ酒にすっげえ似てるわ。ハブ酒の方が強烈だけど、なんか、くっせえけど。でもこれハブ酒っていうだけじゃないから。ハブ、プラス、これ、泡盛に、ハブエキスに、黒糖にウコン入ってるから。個人的には泡盛よかさ、焼酎につけてもらいたいんだよね。これハブ酒ってね。このハブ酒は、泡盛。泡盛は俺が嫌いだから。泡盛ったらなんだっけ？あれ、米じゃないけど、なんか米っぽい味するね。日本酒っぽい香りするんだよ。日本酒の度数強い版みたいな感じ。なんだっけな、あれ。何の酒なんだっけ。米ではないよ。だけど、味がね、結構、米にすっげえ似てる。日本酒に非常に似てる。で、これ度数が24度。だから個人的にこれは、焼酎でつけてもらいたいですね。焼酎の方が絶対、泡盛とか癖強いから。香りとか癖強いからさ。ハブの、焼酎は癖弱いからさ。やっぱり、風味が生きるよね。ハブの風味が生きたりするでしょ。まあ、ハブは、結局なんか石垣島とかで、多分養殖されてるんちゃうか。多分だけど。黒糖とウコン入ってるからね。ハブエキス。黒糖とウコン。だから個人的に泡盛が嫌いなんで、泡盛じゃないやつ欲しい。まあ、別に、うん。
まあ、焼酎でつけてもらいたいですね。さっきちゃうわ。なんだっけ。47度の、焼酎じゃないけど、メイリっていう、マムシ酒用の。あれいいですよね。あれ今度単品で買ってきて、あれ普通に売ってるから2000円ぐらいで売ってんだ。一升瓶のやつ。あれ今度あれだけちょっと買ってきてさ、あれだけ飲んで、どんな味かって。多分焼酎だと思うんですよ。おそらく度数の高い焼酎だと思うんで。まあ、原材料がアルコールって書いてあったから。もしくは、エタノールって書いてあったっけ？違う、アルコールだよ。原材料がアルコールって書いてあったから謎なんだよ。原材料がアルコールってどういうことって。ハブ漬け用ちゃう。マムシ用、メイリ。そのメーカーのメイリ酒造っていう種類か。メイリ酒類株式会社でググると、焼酎で、メイリ酒類とかでググると、株式会社が出てくるんですけど、このところが、焼酎、他にもいろいろお酒あるみたいですが、有名なんだと100年梅酒ですね。あれ？酒造り。あれ？あれ、メイリのあれがないぞ。オンラインショッピング。100年梅酒有名ですね。あ、ないわ。商品紹介に書いてないですね。ハブ、あれね、マムシ用の。書いてないわ。載ってないもんだ。メイリ酒類株式会社だよな。有名なのは100年梅酒。あらー。ないっすね。でもこのマムシ漬け用の、このメイリ酒類の、このアルコール度数47度のやつ。これがですね、これの度数低い版と思われるやつがあるんですよ。35度の、焼酎が、紙パックの焼酎あったんですよ。どうやった？ホワイトリカーの。そう、これだ。ホワイトリカー35度。多分これの度数強い版だと思うんだよね。多分ですけど。メイリ酒類。株式会社。メイリ酒類ホワイトリカー。ホワイトリカー。パック35。1.8リットル35度の。果実酒用の。が売ってるんで、多分これだと思う。これの度数中盤だと思うんです。予想ですけどね。まあだから結局か、まあ、一升瓶のやつ買って、まあ、どんな感じの味なんか。まあでも、この、メイリのマムシ漬け用の47度のやつは結構いろいろ、汎用性が高くて、マムシだけじゃなくて、スズメバチとかにも、つけるのにも最適だって書いてありました。うん。まあ、まずかったとしても多分、
47度だから、まあ、割って飲めば、特に問題なく。まあ大体ね、そんなに、なんもないと思う。別に味とか。味そんな、癖ないと思う。多分ただの、焼酎だと思います。まあ、ということでね、こちら、すごいです。飲んでみた感想ですが、ちょっと黒糖っぽい。ちょっと甘みが、付加されてる。で、香りもすごい、強い。とにかく香りがね、これ一匹、スズメバチ一匹つけただけで、この香りだからね、すごいよ。うわーって。ものすごい香りが。やっぱ多分この体内の毒が、毒素なんだよ、多分。おそらく。うわ。まあ、うまいもんではないな。臭い。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。